こんにちは、ドッグトレーナーの西岡です。今回はワンちゃんの夜泣きについて解説していきます。ご近所に迷惑になってしまったり、ご家族の方の睡眠不足などストレスにもなりやすいですね。その夜泣きの原因と対策について説明していきます。夜泣きというのはその名の通り夜に泣くことです。はじめはピーピー、クンクンといった鼻泣きが多いですが、そこから徐々にギャンギャン、バンバンといった強い吠えになっていくことも多いです。夜泣きはワンちゃんの年齢やその時の状況、その気持ちによって対処が変わりますし、病気の可能性もあるので注意が必要です。お家に来たばかりの子犬やワンちゃんの夜泣きは不安が一番の大きな原因です。初めて来た場所やまだ慣れてない場所だと不安になってしまうのも当たり前です。夜泣きが始まると気になってついつい様子を見に行きたくなりますが、そこはぐっとこらえましょう。様子を見に行くことにより泣くことで誰かが来てくれると覚えてしまって、夜泣きがよりエスカレートすることになってしまいます。対策としては、ケージをタオルで覆うことをお勧めします。狭いところが好きなワンちゃんや、少し薄暗い方が落ち着くワンちゃんは多いので、広い部屋が見渡せないように視界を狭くしてあげることで落ち着かせてあげましょう。さらに慣れさせるため、その不安な気持ちを落ち着かせるために、しばらくの間、飼い主さんがゲージの横で寝てあげるというのも効果的です。お留守番やお昼寝が多すぎたり、運動が足りてなかったりすると、ストレスや寂しさから夜になっても眠らない場合があります。そんな時は、お散歩の時間を長くとったり、お部屋の中でボールなどのおもちゃで遊んであげたり、コミュニケーションをしっかりとってあげて、いっぱい遊んであげることで夜眠くなるようにしてあげましょう。寝る場所の環境が落ち着かないために眠れない場合も多いです。十分な広さがあるか、暑すぎたり寒すぎたりしないか、夜中でもトイレに行けるか、そういった環境をきちんと整えてあげましょう。最後に気をつけてあげたいのは、体の不調による夜泣きです。いつもはしないのに夜泣きをするのは怪我や体調不良が理由の可能性もあります。夜泣きが続いたりあまりにも気になる場合は獣医さんに相談するといいでしょう。またシニア犬となると認知症によって夜に激しく泣いてしまう子もいます。その場合は飼い主さんが一緒に寝てあげることで落ち着くケースもありますよ。シニア犬の体調の変化についてよく観察して、かかりつけの獣医さんに相談をするようにしましょう。今日はワンちゃんの夜泣きについて解説をしました。どうして夜泣きをしているのか、しっかり見極めて対策を考えていきましょう。I see you smile.